産業創造館からお送りしているラジオ関西タニアとのジャストフォーユー、9月の5日なんですけどね、はい、この太鼓はのっけりあんのかいってこれはなんかあの三河漫才ではないんですけども株式会社 KST の、もうそれ紹介しましょう、はい、小林達夫社長です。この小林さんのですね、お仕事の何場合は何かといったら結構こう固めでして、太鼓屋さんって思ってはるじゃないですか。太鼓屋さんでもなければお商売屋さんでもありません。そうです、もう言うたらもう老舗の、はい、もうコンピューターがこうテープの時代からやってる IT 企業、はい、システムサービス、そういう感じがちょっとしないんですけど、もう皆さんこう日々こうずっとパソコンに向かってこうなんかこうね、はい、開発してはるんですよね、はい、この太鼓は何でしょうね一体。これはね、うん、会社皆さん出るときにね、はい、どうやるんですか、ちょっとやってみてください。行ってきます。行ってらっしゃい。あー明るいやん。いいですね、はい、今のタイミング良かった、はい、まあ、そういうことで帰ってきたときはね、別に金があるんです、はい、で金をこう引っ張るんです、はい、カランプランってなるんです、はい、それもお帰りなさいということです。あ、いいですね。全員が言うんですか。全員が言いますね。だから営業なんかこうすると見積もり書なんかの依頼があるとね、グッときますね。あー、帰ってきたねーみたいな感じですよね。そうそうそう、やっぱね、どうしてもパソコンの仕事ってね、暗なりがちですわ。まあ、こうやっぱりうつむきますもんね。ね、うん、で、人と向き合う時間が少ない、うん、そうね、画面に向き合いますから。お話ししないもんね、うん、これ、どんな効果がありました。それやっぱり、みんな相手のことを思うようにもなりますしね。あ、だからやっぱり、コミュニケーションの原点になってるような気がします、ね、挨拶ってね、やっぱり挨拶一番活動というのをだいぶ展開させていただいておりましてですね、大事なことやね、ですね、っていうかすごいと思いますよ、本当にそういう会社、インターネットのね、インターネットだけじゃないですけど、もちろんこうコンピューターの会社でそんなんちょっと珍しい、ね、そうですね。おはようございます、行ってきます、はい、ありがとうございま す, そうです、ね、これやっぱりね、なかなか現代社会でね、言えないことかもしれませんね。で、実はもうちょっとお客さんの名前言えないんですけど、お客さんのところにこれ導入しましたよ。でお客さんの方がやってますわ、はあ、真似してもう導入、まあ、どんどん真似してもらったらいいんじゃないですか。あ、どんどん真似してほしいと思います、ね、私は、うん、なんか太鼓も売ってしまったらいい副太鼓でね、そこまではちょっとなんですけど、あの太鼓で良くなりましたか。はい、会社の売り上げは このちょっと状態悪くても下がってないです。ずっと3、4年やっぱり同じ金額ぐらいは勤務できてますわ。この番組やっぱりね、中小企業、しかも関西の中小企業、元気になれっていうタニアツの願い込めてやってるんですけどね、はい、やっぱり何が大事ですか。やはりやっぱり僕は今うちの会社やってるのは挨拶とか、人に人をこう、社員さんもそうやし、お客さんもそうやし、自分たちのこともそうなんですけど、やっぱりみんなが容姿でよくなる、まあ昔から言うと三方容姿の先輩、三方容姿ですよね、うちの中ではチーム容姿っていうのがやっぱりあります。へー、チームは営業は毎度チーム毎度、はであとはチームの商品名がチーム健康一番とか、チーム熱血とか、そういうチームになっとる。小林社長の会社は社員さんなんですね。今ね110人ぐらいやと。110人がいってらっしゃい言うたら結構大きい、まあ、それぞれでみんな考えるようにはしてるんですよね。あ、でもいいことやね。いいことですね。笑顔も大切にして、笑顔も大切。で、今回は日本一明るい経済新聞の竹原信夫さんのご紹介でっていうか、はい、ご推薦とか一番に推薦したかった。あ、なんかご兄弟のようなキャラクター、明るさもそっくりですよね。明るさ的に、まあ尊敬してますね、竹原さん。はあ、あの人がまあ大体こう会社に行って明るくせえ明るくせえ明るくせえ言うたら、まあキャンペーンやってるような人ですからね。やっぱり確かにね、社長暗かったりとか社員さん暗いとなんかできそうな気しませんもんね。そうですね、どうなります、うん、とこう、そう、やっぱ明るくしてたら人寄ってくるし、うん、それ本当ですね。ねえ、社員さんもいい人来るし、うん、業者さんもいいのは気がしますね。やっぱりこんな明るくするいうことを気づいてほしいなっていう発信だったらいいですよね。そうですね、うん、はい、大事な大事な、もう本当にね、こう、はい、続きましょうか。ケーキ代行、こういう会社があって世の中を盛り上げていただけたらいいなと思います。KSD の、小林達夫社長は9月の5日登場です。お楽しみに。お楽しみに。
ありがとうございました。